エラブガの紋章エラブガの紋章エラブガは、ロシアのタタールスタン共和国先部にある都市で、ボルガ川の支流マ川の右岸に立つ、エラブガ地区の行政中心地でもある、共和国首都火山からは東へ 180km。最寄りの町は南西へ 25km 離れた、石油化学コンビナートの町ニジネカムスク、北にある、化学工場の町メンデレエフスク、 および南東にある自動車工業の町、ナーベレジヌイエチェルヌイ。人口は68、663、53、537。2009年の推定人口は約7万人。1989年国勢調査での民族構成は58.7%がロシア人、34.3%がタタール人、1.7%がチュバシ人だった。 ボルガブルガールの建築様式を今に伝える、城塞やと、悪魔の城エラブガの歴史は11世紀頃まで遡る。当時、ボルガブルガールの国境を守るための城塞がこの地に建てられていた。この城塞は放棄されたが、現在もその遺構は残っており、悪魔の城と呼ばれている。16世紀後半、火山国が征服された後に、ロシア人農民がこの地に入植して、 村を築いた。この村は1780年に死の地位を与えられた。火山通りスパスカや通りがッサる通り、第二次世界大戦の戦中には、スターリングラード攻防戦で捕虜となったドイツ兵の収容所が選ぶがしないや、周囲の森林に建てられたほか、ルーマニア兵やイタリア兵、ハンガリー兵なども収容され、戦後には満州などから連行されたシベリア抑流の、 日本兵もエラブガの収容所に収容されている。1960年代から1970年代にかけて、鎌川の対岸にニジネカムスク及びのアベレジヌイエ、チェルヌイという工業都市が建設されている。タタールスタンでは石油を産しており、エラブガにも石油関連産業などが立地している。1892年、オーストリアの科学者、カール・ヨーゼフ・バイヤーは、 ボーキサイト探索のため、エラブガに滞在し、この地にアルミニウム工場を築いている。1990年代には、ゼネラルモーターズの組み立て工場が創業していた。エラブガは19世紀の画家、イヴァン・シーシキンの出身地であり、ソ連末期の外交官、ゲンラジー・ゲラシモフの出身地でもある。また主人マリーナ・ツベター・エイワが1941年に、 疎開先のこの地で自殺しており、エラブガの墓地に葬られている。スターリングラード攻防戦で捕虜となった国、クルトロイバーは、1944年1月に、エラブガの収容所で没している。オトフリートプロイスラーをはじめ、ドイツやイタリアの多くの作家が、エラブガなど、タトアルスタンの捕虜収容所での体験を後日本にまとめている。エラブガからは、 にじにゃやかま国立公園も近い。ありがとうございます。